甲状腺検査評価会を開催いたします。まず事務局より本日の部会の出欠について報告いたします。本日は甲状腺評価会部会員8名全員のご出席をいただいております。続いて議事に移りたいと思います。議長につきましては本評価部会設置要項によりまして部会長が務めることとなっております。それでは鈴木部会長よろしくお願いいたします。はい。今日第11回の甲状腺検査評価部会を始めたいと思います。いつもこの会議天候に恵まれない日が多かったんですけども、今日は久しぶりにいいなと思って新幹線で着いて福島駅に着いてたら、あれ雨が降ってきた。やっぱりなんか私たちはお天気の神様にはあまり恵まれてないような感じでございます。先週、公衆衛生学会でも現在の福島での甲状腺検査のとだいぶ議論してまいりました。今日この場でまたその、専門家の間でその議論を深めていくことになるかと思いますが、そろそろ私たちに課せられているデューティーですね。まずは今の甲状腺検査の現状をきっちり科学的に解明するためにどういうふうに生きていくのかという、結論を出す時期が近くなっているかと思います。また今日の議論の中で出るかと思いますが、 WHO の IARC の方から甲状腺の検査に関するガイドラインというようなものが出てきておりますので、そういうものをできる議論の中に取り入れながら今日、合意書の在り方、IC の在り方について議論を深めていきたいと思います。では早速今日の議論を始めていきたいと思います。で、一番最初に議事録署名人の指名をいただきます。これは部会長の方から指名をすることが運営要領第5条2によって定められておりますので、今日はご自分順に吉田部会員、それから部会員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、ではありがとうございます。では早速議事の1、本格検査2回目の結果について、はい、議論を始めたいと思います。まず事務局の方から資料の説明をお願いいたします。はい、福島県立医大の志村と申します。資料1の説明をさせていただきます。表1から表5までの解析は2017年6月30日までのデータを用いた分析でありまして、先行検査および本格検査、検査2回目をともに受診された方を対象としております。従いまして先行検査のみあるいは本格検査のみを受診された方の結果はこれに含まれておりません。また分析によっては細かく分類した上で解析しておりますので、母集団の数並びに例えば悪性あるいは悪性疑いの方の数などが少なくなっている場合がございまして、その場合は頻度や平均値などのデータに信頼性が低くなるという状況が含まれておりますので、その点ご勘案ください。また個別の項目にも振りますけれども、先行検査における地域や地域によっての違いが他検査の結果に反映されているということもございますので、その点も、ご勘案いただければと思います。まず表1をご覧ください。表1は、本格検査検査2回目の結果を5歳ごとの年齢群別に分析したものです。最も下の行の本格検査、平均検査間隔括弧年は、各受診者の先行検査一次検査受診日から本格検査一次検査受診日までの期間を算出した年数を平均したものです。ご覧いただきましたように、一番上のタイトルの、
年齢が書いてあるタイトルの行も含めまして、上から4行目の B 判定率、あるいは下から2行目の悪性ないし悪性疑い者率には、年齢異動性の上昇傾向が見られます。また、下から4行目の細胞診実施率は10から19歳で最大となりまして、20歳以降はやや低下傾向が見られております。次に表2をご覧ください。表2は、表1でお示ししました年齢分別のデータを検査間隔、すなわち、前方検査と本格検査の間の期間を2年未満、2年から2年、2.5 年未満、2.5 年以上の3群に分類したものです。まず右端の、合計の K の列をご覧ください。各群の受診者数から数えまして、3行目、ですね、B 判定率というものに関しましては 2.5 年以上の群で他群に比較してやや高い B 判定率となっておりました。また各群の下から4行目の細胞診実施率に関しましては、すみません、下から2行目の悪性ないし悪性疑い者率は検査間隔が長いほど高くなる傾向が、認められました。また年齢群別 の、まあ、5つの行ですけれども、10歳以上においては合計と同様の傾向が認めるところもございますが、募集団が少ない群もありまして、結果にはちょっとばらつきも認められておりました。次に表3をご覧ください。表3は、避難地域と13市町村、中通り、浜通り、会津地方、詳細は下に記載しておりますが、そのいつも4地域で分類したデータを示したものです。先ほどまでの表に加えまして、最初の表題の表、行を含めまして、3行目に平均年齢、6行目と7行目に本格検査が B 判定だった方のうち、先行検査で B 判定だった方の人数とその割合、また下から5行目と4行目に先行検査で B 判定あるいは B 判定以外だった方で細胞診を受診された方の全二次検査受診者数に対する割合を追加して示しております。結果といたしましては、上から5行目の本格検査、検査2回目の B 判定率に関しましては、避難地域等が最も高くなっておりまして、会津地方が最も低地を示しておりました。また下から6行目の細胞診実施率、下から2行目の悪性ないし悪性疑い者率は避難地域等が最も高く、次いで中通り、浜通り、会津地方の順で下がっておりました。一方、本格検査 B 判定の方の中で、先行検査 B 判定者の割合は、避難地域等が最も低く、中通り、浜通り、会津地方の順に高くなる傾向がございました。次に下から5行目と4行目をご覧ください。細胞診実施者のうち先行検査が B 判定だった方と比較した、B 判定以外だった方の対象者の割合は、避難区域等が最も高く、次いで中通り、浜通り、会津地方の順になっておりました。従いまして避難地域等や中通りでは本格検査で二次検査を受診された方は先行検査で A 判定だった方が多く、細胞診を受けられた方も先行検査で A 判定だった方が多かったという結果でした。次に最も下の行にお示ししました平均検査間隔をご覧ください。
検査間隔では、避難区域等が 2.48 年と最も長く、会津地方 1.87 年と最も短時間でした。次に表4をご覧ください。表4では、先行検査の一次検査の受診年度別に分類した本格検査、検査2回目の結果をお示ししております。先ほどの地域別の表との関係では、例外もございますが、原則的には、避難地域等は2011年度、中通りは2012年度、浜通りと会津地方は2013年度に先行検査を実施しております。結果としましては、先ほどお示しした4地域別のデータと同様ですが、下から2行目の悪性内視悪性疑い者率は先行検査実施年度で2011年度が最も高く、次いで2012年度、2013年度の順となっておりました。また上から5行目の本格検査、検査2回目の B 判定率、上から9行目の二次検査受診率は先行検査実施年度で2011年度が最も高くなっておりました。一方、上から7行目の本格検査 B 判定中の先行検査 B 判定者の割合は先行検査実施年度で2011年度が最も低く、2013年度が最も高くなっておりました。加えて下から5行目と4行目をご覧いただきますと、再防止の実施者のうち先行検査が B 判定以外、すなわち A 判定だった方の対象者の割合は先行検査実施年度で2011年度が最も高く、次いで2012年度、2013年度の順になっておりました。また、先行と本格検査の検査間隔の平均に関しましては、2011年度が最も高く、2012年度、2013年度の順で短くなっておりました。表4の、参考としまして、先行検査の結果を実施年度別に、まとめた表を下につけております。この表はこれまでの表とは異なりまして、先行検査を2011年度から2013年度に受診された方すべてを対象とした表となっておりますので、お手段にやや違いがございますとご了承ください。次に表5をご覧ください。この表5はですね、先ほどお示ししました表4のデータを本格検査実施年度別にさらに分けまして分類した表となっております。参考として各群の最下段に、4地域別の受診者数の構成をお示ししております。ご覧になりますように、特に先行検査2011年度かつ本格検査検査2回目が2015年度、左端の下段の群ですけれども、そこなどは募集団が非常に少なくなってまして、ちょっと結果の信頼性はあまり高くないと考えられますので、そのような点をご勘案の上データをご覧ください。各群の、下から2段目の、先行検査と本格検査検査2回目の検査間隔をまずご覧ください。先行で2011年度かつ本格検査2014年度の分、左端の上段ですね、先行が2012年度かつ本格が2015年度の分、下段の真ん中、その2つの分に関しましては、検査間隔がやや類似している群と考えられますし、また先行の2012年度かつ本格の2014年度、上段の真ん中と
健康検査2013年度かつ本格検査2015年度の分、右端の下段ですね、2群でも検査間隔が類似している分と考えられます。これら検査間隔が類似した2群におきましては、各群の下から3行目の悪性ないし悪性あるいは悪性疑い者の発見率はある程度類似した数値となっておりました。最後に、次ページの参考の表をご覧ください。この表は以前提示させていただきました、先行検査検査概要2018年度追放版表4と本格検査検査次回の結果概要、確定版表6の関係を、4地区別に再集計したものです。あの参考の資料には、以前お示ししました年齢群別の表が載っております。この表はこれまでの表とは異なりまして、先行検査あるいは本格検査検査2回目それぞれにおきまして悪性あるいは悪性疑いと判定された方すべて全員を、対象としております。また平均使用権も、付けさせていただきました。ご参考までに、最終計結果を提示させていただきました。私からの説明は以上です。ご検討よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。今志村先生の説明でちょっと分かりづらいところとかあるかと思いますが、部会員の中で確認をしたいということがありましたら発言をお願いいたします。はい、杉江先生。はい、そうです。今の志村先生のお話で、間外略が説明されていると思うんですけれども、特にやっぱり注目されるのが地域別 の、 その悪性ないし悪性疑い者 の、 その割合ですね。表3において、下から2行目、避難区域等で、高くて 53.1 ですね。中通り浜通り合図で合図が低いで、これとですね、どうしても占領との関連をこう考えがちですけれども、そのことを考える以前にですね、地域によって、検診の実施状況がかなり異なるということですね。特に検診間隔ですとか、先行検査におけるそのスクリーンの判定結果、あるいは、その基準、細胞診の実施の割合、その基準、あるいは受診率ですとか、あるいは二次検査の受診率、こういったものが地域別に違うので、そのことが大きく発見率に影響しており、その因子をですね、きちんと考慮に入れないと、地域ごとの悪性、内視悪性疑いのものの割合というのを正しく比較することは難しいということなんだと思います。補足するとそういうことです。はい、ありがとうございます。ちょっとは私自身分かり、オーディエンスの方分かりにくいかなと思ったのが、例えば表3ですね、これ の、 上から4行目本格 B 判定率が書かれてますが、その下に、その前か、こっちの方のですね、なんで年度によって B 判定率が変わってきてたのかというようなことに関する研究がちょっと今日のデータではなくてですね、それはどちらかというと参考資料の1の方 の、 以前出してもらった結節の大きさの分布のところに、少しそのヒントがあるように思います。参考資料1の4ページ の、 結節の割合のデータ、ちょっとこれ志村先生説明していただけませんか。はい、参考資料1の、1の4ページ目ですね。はい、
これは以前ご説明させていただきました、年度実施年度別の、結節の割合を年齢分別に頻度を示したものです。分かりやすくご説明しますと、先行検査の上段のデータでは、全年齢の右端のグラフが、1って書いてある平成23年度の実施対象市町村で 0.5% に対しまして、平成24年度2のところは 0.7%、 3は 0.9% となります。年齢も少しずつシフトしていきますけれども、各年齢分別に見ても少しこう、平成23年度より25年度の方が発見率が高くなっている傾向にございます。で、次の、5ページ目をご覧いただけると、 10.1 ミリ以上の結節の発見率を、示しておりますが、1、2、3と、全ての年齢群の発見率は、0.2%、1の20歳以上、平成23年度の1の20歳以上はあまり対象者がいませんので、例えば15歳から19歳で見ていただいても、1が 0.5%、 2が 0.5%、 3が 0.5% ということで、ほぼ同一の発見率となっております。前回ご説明させていただきましたように、先行検査の最初の検査は非常に混乱の中、検査者も少ない中、極めて短時間で多数の、 検査受診者を検査しなければいけなかったという特殊な事情もございますね。そういったこう検査の取り巻く環境の違いが多少は影響したのではないかとは考えておりますが、そういう前回ご説明した通りでございます。はい、ありがとうございます。では片野川先生、何かコメントございます。じゃあどうぞ。加藤先生、ちょっと先ほどの総平先生の話と関連するんですが、避難区域とそれからその他の地域で、悪性度の発見率とかですね、いろんな違いが出てきたというふうなことなんですが、高い低いっていうのはですね、この数値上は分かるんですけど、ここでもう有意差検定っていうのはしない方がいいわけですか。単なる検定をしてもですね、それはこういう観察的な研究を考える際に、チャンスバイアスコンファウンドを考えるんですよね。で、信頼機関とか検定というのは、チャンス、数によって揺らぎがあるか、揺らぎというか、どれぐらいの誤差があるかとか考えますけども、それ以外にもバイアスコンファウンドがないので、これを考えないことにですね、あまり検定しても意味がないです。で、特にこのコンファウンドに関して、この数字っていうのは全く意味がなくなってしまいます。ですから適切にコンファウンディングを調整した上での検定は、意味がある。それはできるわけですよね。ただ、考える意思がかなりありますから、それを適切に勘案するのは結構数字だけやっぱり出されているり、それからパーセントじゃなくて実数だけ見せていただいてもですね、その意義っていうのはよくわからないんですよね。ですから何か科学的なところでそれを分析できないかどうかというところが私の質問なんですけど、志村先生ないからその辺どうでしょうか。私が現在説明させていただいたように、いろんな総平先生ご指摘の通り、いろんな要因がその発見率に影響しているということで、その辺をそのデータを出させていただいたという段階です。でそれで、先生方にご検討いただいた上で、こういう形で分析してはどうだというご提案をいただければ、それには対応させていただきたいとは思いますが、ちょっと今そこの、まだそこの段階ではないかなとは考えて、検討の
素材となるデータを、いろんな形で提出させていただいたという状況でございます。はい、やっぱり、部会長としてはこの次ぐらいまでにはそういうコンファンディングのバイアスがなるべくない形での解析の、プロトタイプ的なものをもう出さないといけないのかなとは思っています。で、ただ一番最初からこの部会が始まった時にやはり線量を地域対象としての比較じゃなくて同じ地域でも線量を入れていくとその年度のいろんな行楽とかバイアスっていうのはある意味中和されてくるわけなので、そういうような解析じゃないといけないだろうというような議論をしてきたかと思います。ただそれがどこまでこの先できるかというのはまた少し片野田先生、須江先生と議論させていただければと思うんですが、片野田先生いかがですか。ちょっと今後のことに入る前に確認をさせていただきます。表の2で示されているのは、その検査間隔が長ければ長いほど、悪性なし悪性疑いの発見率が高いということだと思いますね。で、その検査の枠組みから言いますと、その部屋区域の方が、その検査間隔が1回目が、2011年度、で、本格検査の1回目が2014年度。からその避難区域の方がその検査間隔が長いという傾向があるんだと思います。それを合わせて考えるとその地域別の分析というのはやっぱり非常に難しいのかなという印象を受けました。でもう一つ確認なんですが、表の3で本格検査上から1、2、3、4、5行目あたりですかね、本格検査 B 判定中の健康検査の B 判定者数で、その下にその割合が、記載されておりますけれども、それが、避難区域で 21% で、中通り、浜通り、順に 34.4、42.5、42.1%、その地域によって、その健康検査 の判定と本格検査の判定の分布に違いがあるようなんですが、これはどのように解釈すればいいかというのを教えていただきたいです。はい、これ先ほど志村先生にこっちの結節の割合のところでちょっと言及してもらいましたが、もう一度お願いします。はい、先ほどご説明させていただきましたように、どうも5ミリから10ミリ程度の小さい結節の発見率が1巡目の先行検査では地域差があるのではないか。でその、先行検査の結果が本格検査2回目の発見率や、B 判定の方 の, B 判先行 B 判定の率に影響しているというふうに考えるべきではないかと考えられます。この結果で言いますと、その避難区域の方は先行での B 判定が少なくて、で本格での B 判定が多くなっているという、そういうふうに解釈できると思うんですけど、でそれがその後 の, その二次検査なりその細胞診の判定にもこう影響していくものなんでしょうか。その辺りもう少し突っ込んで考えたい。はい、以前ご説明させていただきましたように、前回結節がございまして、大きな所見の変化のない場合は細胞診を1回した方は1回2回目をするということはございませんので、でそこで細胞診の実施率、下から、表3の下から5行目と4行目に、同じ分布で計算したんですけども、避難区域等の群では、細胞診した方すべて先行検査前回 A 判定だった方で、だんだんこういきました会津地方の方は、前回、B 判定だった方の比率がだんだん高くなってきておりまして、前回の先行検査の結果の偏りが、こういう細胞診の実施率にもちょっと影響しているというふうには読み取れるのではないかと考えています。
まりその先行で B で本格で B で、まあ、その血液の大きさとかに変化がない場合には細胞診をしないという判断がなされたという、まあ、解釈もできる。でいずれにしてもそのもしもその前々から申し上げているとおり、その線量との関係はその個人単位の線量でやるべきだというのは変わらない考えです。で、地域別に何か分析をするときもその検査の流れに応じてどのようなファクターがどういうふうに影響するかというのをその一度整理をしてからやるべきじゃないかと思っています。ちょっとこの表、まあ、今までそのいろんなファクターがこう上がってきた中でその一つ一つの表でどのように解釈していいかというのがその都度わからないの で一覧のような形でその関連するファクターのようなものをまとめた方がいいんじゃないかと思います。ありがとうございます。からあの私自身あのこの資料1の最後の3ページ丸1の6ページあの、まあ、本格検査第2回検査2回目の平均使用計の数値が一番下に書いてあるんですが、あの本格検査の最初の年とそれから2年目の年で、あのやはりバイオプシーしてるあの、まあ、政権に持っていった使用形が変わってるという、やっぱりこの辺もあの少し人的な要素が入ってしまってて、あのまあまあ、説明聞いてますと対象者と病院の担当者の間のやはりやり取りの中であのバイオプシーをするかどうかということが決まっていくというようなことを伺いましたが、その辺がその年度によって、まあ、住民の不安感もあるでしょうし、また病院のスタッフの方の熟練度というのもあるでしょうし、その辺が微妙に年度によって変わっているというところに影響しているのではないかということが見て取れるかと思います。だからこういう非常にもともとのスクリーニングの B 判定の判断基準というのが少し年度によって、まあ、初年度は少し甘めになってて、それ以降は一定の傾向になっている。でそれが本格検査の時は初年度A 判定だった人たちの中から B 判定が多く見つかって、前の年の前回その前の検査の時 の甲状腺のデータがエコー上なかったんで、よりバイオプシーに行きやすいというような流れがあったというのが一つ見て取れたというか、からもう一つは実際にバイオプシーをやってる使用系が本格検査の初年度は小さめになっているという、その辺が微妙に絡み合ってて、こういう年しかもその年度というものと地域というものがリンクしてきてますので、その辺が解析が非常に難しくなっているところだろうと思います。だから今のところそういういくつかの問題点があるというのはそれぞれ確認ができてきたと思いますので、この後はぜひ線量をどういう形で入れるか、また少し議論が必要かもしれませんが、今まで地域相関研究というような解析方法では限界があるということは確認されてきているわけですので、次のステージに少し動きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、それでは先生。その点非常に重要だと思うんですけど、もう一つ確認しておきたいのはですね、表4とその下にある参考、丸1の4ページですね。で今すでに話題になっていますけども、専攻における D 判定の割合とかああいったものが次の本格調査に影響しているということですね。でそれが見て取れるのが表4の場合は年度別になっていますけれども、本格検査における D 判定中の先行検査の D 判定割合が、まあ、2011年と低めであるということと、そのことと下の表のですね、先行検査における BC 判定率、これは上から4番目ですね、
が2011年度で 0.49、 2012年度で 0.70、 2013年度で 0.90、 このことと連動しているわけですね。ですから先行研究の結果が本格検査、変更検査の結果が本格検査に影響しているということは、本格検査だけを切り出してその解析するということもかなり危険であるということですね。ということも見ながら信憑していくということが重要だということを示しているんです。はい、具体的にどういうふうに解析していくかというのはまた少し詰めていきたいと思います。またそれは今日この場でオープンディスカッションで進みませんので、少しまた検討を重ねた上でやっていきたいと思います。はい、加藤先生。もう一点、ちょっと私の方からもお願いというか提案としましては、その検査の精度と言って分からないですけど、その陽性になる割合が実施年度によって違うということが、先ほどその伊沢の方から参考資料1でそういうご説明していただきましたけど、もう少しその定量的に示していただけないのか、その例えば同じその症例であってもこう今やってみたら違う判定になるとか、そういうのをそのブラインドでやってみるとか、何らかこう検証的な要素を入れられないかというふうに思っています。というのは、その今後解析をしていくときに、その線量なりその個人体のファクターであれば個人体の調整ができますけど、その検査そのものにその何らか要因がこう関わっている場合、それ個人単位で調整ができないので、その解釈の時にそのより詳細なそのデータがないと、おそらくこうだということが言いにくくなると思うんですね。その年度によって違いがあるという結果が出た場合に、それがこの参考資料1で示すだけのもので、その精度の違いですというのに、じゃあ説得力を持って示せるかというと、おそらくそうじゃないと思うので、その検査精度の違いがもしあるというのであれば、それを示すそのもう少しその確固たる証拠が欲しいなというふうに思っています。これは議題の方でどう、そういうデータはありそうですか。はい、すみません、志村です。先行検査の微判定に関しましては、得られた画像から判定しています。でそれで画像から判定するのは、この結果が真知っていうか、画像得られた画像の範囲内で判定するのが基本的な、これがこれから見直したところでそれほど数値は変わらないと思います。ですから過去に戻って検査をもう一度するしかないんですけど、そういうことは不可能ですし、結構それをもう一度検討するのはちょっとできないかなとちょっと思いますが。はい、いらっしゃるんですけれども、今の方のご質問が検査のその精度判定の妥当性ということであれば、先生のその検証というのが、例えば再度ブラインドで何かダブルでやるとか、何か先生の方でご提案があればですね、対応はできないことはないと思うんですが、基本的には今志村先生がされたように結果は変わらないと思うんですけれども、信頼性ということで言えばご提案いただいて実際実現可能な方法であれば対応したいと思います。はい、加藤さん。なんかその動画として残っているものだけでやるとかっていうのもできない。あ、信頼です。私どもが一次検査で使っております、私どもが使った作成した検査マニュアルに関しましては、ほとんど多くの所見がない方に関し、あるいは小さい脳胞のみという方に関しましては、精神がのみを取っていただくマニュアルでやっております。ちょっと多数の方を検査しなければいけないということで、動画を撮るっていうことはちょっと難しくて、そういう一貫してその形成とあった場合は動画を撮りますけれども、ない場合はちょっと精神がのみ記録するっていうマニュアルで、ずっとこれまで検査を行っております。あ、片方ですけど、制限があるにし
でもその今の散歩しろ市よりももう少し詳しいそのこう大きさの分布を全部示すとかある程度できると思いますので、それは今後検討していただきたいと思います。はい、それではその使用系の分布に関しては出していただけるようにお願いしたいと思います。よろしいですか。はい、それでですね、この先次のステージっていうと染料を入れて、まあ、今いくつか出てきた行楽あるいはバイアスの項目を入れた解析に持っていくわけですが、まあ、現在染料っていうのはご存知のように公的なものはアンステアが出したものしかおそらく使えない、まあ、私自身も染料評価をやってますが、まだそれが国際的に認められているというようなものではないですし、まあ、他のグループ、日本の国内にも染料評価をやっているグループがおりますが、やはりまだ皆さんが合意できるような染料になっていない。そういうことで、とりあえず私の方の提案としては、アンスケアのそれぞれの地域のものを入れて解析し、とりあえず点火的に解析するというような方向で、まず一歩踏み出していただきたいなと思うんですが、片野先生、祖父江先生、いかがでしょうか。いいですけど、それは内部被曝も含めて。内部被曝も含めて。はい。はい。はい、片野ですけど、それは地域別の線量を使ってやる。地域別の線、地域別っていうか、それぞれの市町村別。市町村別の。それから年齢別。それは避難区域、その中通りとかっていう区分ではなくて市町村別、市町村別になってます。市町村別かつ年齢別という、はい、で今 の, 集団のそれぞれの、まあ、地域別の4区分になってますけど、実はその4区分はそういうふうに市町村に分けていくともうちょっと細かい分布になってきますので、今度はそれで見ていったらどうなるかと、そういう解析も提案です。で、年齢別があるっていうのはちょっとイメージしづらいんですが、それは個人のやつを元に出してやってないんですか。まあ、休眠被曝あるいは飲水被曝というようなものが年齢によって結局甲状腺の体積が違うんで、その甲状腺の体積でその線量が係数をかけてみたいなイメージです。はい、それはもう出されてる年齢別の線量評価という形になってきてますの で, で使おうと思えば使えます。そのデータであればその対象者全員についてその対象者全員と市町村その住民に対してでも同じ線量を与えるはい、今のところそれしかやりようがないです。あくまで理想は個人に戻っていくわけですし、まあ、私たち今やってる研究でも同じ市町村の中でも実際はタイミングのルートが違ってたりタイミングが違ってたりっていうのがありますんで、細かくしていこうと思うとまだまだやる仕事は多いんですが、今は とりあえず今の、まあ、地域別というような大きく4区域でやってるものよりは、まあ、精度は上がってくるんではないかと。現状できることで、まあ、それをやることに反対はしませんけれども、解釈上その、どういう結果が出た場合でも、そのどういう、調整しきれないファクターが残っているかというのは、きちんと整理した上でやるべきだと思います。よろしいですか、南田ですけど、その通勤性の調査は、確か今までの県民健康調査でやられている、まあ行動調査とか、今外部医学とかやられると思うんですけど、はい、個人個人の行動パターンによって、個人の内部医学線量も評価していけると考えてよろしいですか。将来的にはそれもできる形まで持っていきたいとは思ってますが、すごい作業量になりますんで、そんなにすぐできるような話ではないです。理論上はできるという形。今のところはやはり代表的な行動パターンをそれぞれの市町村で何パターンか、これが何十パーセントの人、これが何パーセント、何パーセントと、そういうふうな形での評価までは
近い将来に持っていけますが、まだそれはここで使えるような話ではないんです。よろしいでしょうか。はい、内部委託を勘案しての線量評価というのはこれも大賛成ですけども、うん、そこを、まあ、線量とその甲状腺リスクとの関連を見る際のその解析を集団単位でするかということに関してはちょっとまあ懸念がやっぱりありますね。で、うん、その線量割り振るのを地域単位にするというのはそんなに、まあ、今できる範囲でということでいいんですけれども、調整を地域単位にするというところがですね、ややちょっと懸念が残る。ちょっと僕はちょっと慎重になった方がいいかもしれません。はい、まあどういう形で今後進めていくかっていう、まあ、今の大体現在どういうふうなバイアスがかかっている、あるいはまあ、データを取る上でのバイアスコンファンディングがあるかというような議論をずっとしてきたわけですけれども、やっぱりそれだけ言ってても現実に出てきている甲状腺がんの頻度をどう解釈していくかというところにはなかなかつながっていかないんで、やはり何らかの形でもう一歩踏み出したいなと思ってますんで、またこれはどういう形で今後進めるかなんですが、少し部会の中で少しその辺の叩き台のようなものをちょっと考えていきたいと思いますんで、できればこの次までにそういう叩き台の形ができて、もし試算ができるんだったらそこまで出ればと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは次の議題に、理事の2、甲状腺検査対象者への説明同意についてということで話を進めたいと思います。資料の2の方に、まあ、この間、部会員の皆さん、まあ、方、寄せられた意見を、まあ、集約するような形で、羅列的に資料を準備しました。これについて、事務局の方、説明をよろしくお願いします。はい、県民健康調査課の鈴木でございます。資料2をご覧ください。こちらの資料につきましては、甲状腺検査の利益、不利益、そして説明と同意などについて、7月8日開催の部会での部会員の先生方からのご意見等を集約という形でまとめさせていただいたものになります。資料作成にあたりましては、本日の部会開催前に各部会員の先生方にご確認いただき、追加いただいたご意見も合わせて記載しております。甲状腺検査の対象者に対する説明等につきまして、ご意見ご協議をよろしくお願いいたします。以上です。これは、内容は一応読み上げないで議論を進めますか。これはどういう利益、どういう不利益があるかというものをきっちり対象者に伝えた上で同意を取る、インフォームディシジョンというのが重要だという議論をしました。でそれを、まあ、踏まえてそれぞれの部会が利益、不利益と考えるものを少し羅列してもらい、またそれに対する追加意見があったものに対してまた追加の文章を入れたというような構成になってきています。でこれについてはちょっと先走りますが、WHO の IARC、IARC の方からも甲状腺、まあ、原子力事故の後の甲状腺検査に関するガイドラインというようなものが出てきましたので、ちょっとそれの説明も、これは環境省さんの部分になりましたね。簡単にしていただけますでしょうか。今の資料2で言いますと、一番最後のページになります。
でちょうど私たちがこの間議論してきた内容と少しオーバーラップするところがありますので、そちらの方の紹介をしていただけますでしょうか。環境省です。2017年の4月に WHO の専門機関である国際がん研究機関、通称 IARC が原子力事故後の甲状腺に甲状腺モニタリングに関する国際専門家グループを立ち上げ、原子力事故による放射線被曝が考えられる人々への甲状腺モニタリングの実施方法について提言を行うとし、各国の関係各国の協力を求めました。環境省としてはその趣旨に賛同しまして、財政的な支援を行いました。国際専門家グループは2回の会合を行い、2018年9月末に今回レポートが公表されたところです。こちらの報告書を、当該報告書を翻訳した資料を今後情報提供を行ってまいりたいと思っております。以上です。はい、ありがとうございます。私も一応呼びましたし、部会の先生方にも英文の資料は配布しました。特徴はまず一般集団に対して甲状腺スクリーニング検査を一律にやるのは反対であるというのが IARC の一つの結論です。で2番目の結論は、リスクの高いと考えられる集団、彼らは線量としては100から200ミリシーベルト以上というような線量を明示していますが、そのような集団に関してはきっちりとスクリーニングではなくてモニタリングというような形で検査の内容、それから検査で考えられる利益、不利益、そういうものをしっかり伝えましょうということが書かれてありまして、そういうものを伝えた上で医者、患者やそれらの中でよく議論した上で検査を受けていくかどうかを決めてもらう、インフォームドディシジョンをしていくというようなことが書かれているかと思います。で、これに関してはこの間私たちが IC の書き換え、同意書の書き換えという中でインフォームドディシジョンをどういう形で書き込んでいくかという議論をしてきたわけですが、それの内容とある程度オーバーラップするところで非常に参考になるところかと思います。でもう一つのこの IARC の特徴はすでにこういう福島のように検査体制が整ってしまっているものに関して言うと、やはり現実に関係者が非常に多くて、それを継続するっていうようなことに関してもいろんなステークホルダーがいるわけなんです。で、そういうものとの丁寧な議論をしながら、より良い方向性を議論していく必要があるというようなことが少し示唆されているように私自身は受け取りました。で、そういうことをちょっと頭に置いた上で資料の2、利益の方についてそれぞれ箇条書きをしております。で、この部会の中で利益がないという議論も意見もありました。でそれに対して特に外科の立場からは吉田先生の方からやはり早期診断になった場合は手術侵襲も少ないより患者さんにとってはメリットのある術式になるということも説明がされました。で一方、不利益としては本来手術しなくてもいいような甲状腺も手術してしまう、過剰診断、過剰治療ということも起きるということで、その辺を避けるためになるべく成人の場合ですとアクティブサーベイランスと言ってまして、
経過を見ながら本当に手術が必要な時期を慎重に選んでいくという作業がなされるわけですが、お子さんに関してはまだそういう臨床的な体制というのが必ずしも成立していない時期があるということも踏まえた上で、この検査をやっていきざるを得ないという一つの問題点があるかと思います。不利益に関してはそういうところで早めに手術してしまうことによる不利益ということがいくつか挙げられてまいりました。で、これに関して一個一個の項目議論を始めるとちょっと時間がありませんが、高野議員いかがでしょうか。大阪大学高野です。総務先生と、同盟でちょっと意見書共同でちょっと意見書も出させてもらったんですけども、ちょっとこの利益不利益、私はちょっとベネフィットとハームという言い方の方が正しいように思うんですが、ちょっと漠然とこんな利益あります、漠然とこんな不利益ありますという形ではなかなか議論の集約ができないし、県民にイメージもしにくいということで、要するに超音波検査をした場合、しなかった場合でそれぞれ、これだけの対象者にこんだけの利益があります、でこんだけの対象者にこんだけの不利益がありますと数字でやっぱり出して、それを比較検討して、こんなところですよということをお示しするということが非常に重要な責務ではないかと思いますし、そういうことはこの部会でしかできないと思いますので、ぜひその方向でご議論いただきたいと思います。続きですが、資料の2の例えば利益のところの米印123というような形で、この間部会でも挙げてきたデータなんですが、数字を挙げてきました。これに関しては高野にいかがでしょうか。ついに、安心があるという方、検査の結果見つからないパーセントで、実際に見つかるパーセント、そしてそれが手術を受けた場合、チェルノブイリの時の手術に比べて今現在の早期発見の場合の手術の作業の頻度というようなものがここに書かれています。ですね、そういう例えば早く見つかった方がよくはいいと、そういう数字ではなくて、超音波検査の要するにがんきちんとしての有効性の話になると思います。ですから受けた場合、受けなかった場合での差というものがどういうふうに見えてくるかというところが関与のところなので、それを出す必要だと思います。はい、吉田君。甲状腺という非常に小さい臓器でですね、かつその対象としているのはですね、非常に予後のいい、甲状腺のがんですよね。それを、数値化するっていうのはなかなか難しいんじゃないかと思うんですね。出たとしてもほんのわずかな差し引き出てこないだろうと思うんですね。ただしその要するにそこで、見つかったものに対してはやはりその当人にとってはすごく大きな、メリットがあるというふうに思っているので、高野委員の言うような、やり方だとですね、何をやってるのかよくわからないということになってしまうんじゃないかなと思いますか。はい、吉田先生のおっしゃったことも分かるのですけども、やはりそこは厳密にがん検診の有効性というスタンスで一回資料はまとめる必要があるのではないかなと思います。はい、多分ね、高野先生と私自身少し立場が違ってて議論が噛み合わないのは、例えばアイアークの全く検診も何もしてないような集団、それに対してこれから予算をつけてスクリーニングのプログラムを組みますかという時の議論と、それから今実際に、不安対策として、この甲状腺検査始まったわけですが、予算がついて動いている中で今これからこれをどういうふうに改善していくか、あるいはその方向性としてどういう方向を向いていくのかという議論を、そこのスタンスがどうも立っている
位置が違ってて、なかなか議論が噛み合ってないような気がします。スクリーニングの有効性があるかどうかという議論でいうと、これはまた一般には検診の有効性というのは、がん死亡率をどのくらい下げられるかというようなところで議論をしていくわけですが、今この甲状腺プログラム、死亡率を下げようという立場で始まったプログラムではないと思っているんですが、ですからちょっとその辺は私は違うのかなというふうに思います。南谷ですけども、いろいろ言われているのは、今鈴木さんおっしゃられたみたいに、死亡率なんですけど、甲状腺がん、良くない髄様がんにおいても、15性率はもう 85% あるわけでして、でその予後悪い髄様がんですら、アメリカですと、家族性の場合は、乳幼時期に甲状腺予防的に取ってしまうと、そういうことを言われているわけですね。ですから、エンドポイントとして死亡率と言ってしまうと、全く甲状腺がんに関しては、予後はいい疾患なので、それをエンドポイントとするとちょっとどうかなって気がします。で前 LINE でまとめていただいて125例でしたっけね、で手術例で、洗顔甲状腺外浸潤しているものが、4割ぐらい対応していると思いますの でその見つかったものが、手術したメリットがなかったかっていうのはちょっとどうなのかなと感じます。数字で示す場合に、診療経ではこの資料の3ページ目の、両加古さんの1の3つ目ですかね、検査を受けた場合にどのような割合でどのような結果が出て、でどういう経過をたどるのかっていうのが、おそらく先行検査をやる前というのはやってみないとわからないこともあったと思うんですが、現状ではもう本格検査の結果、先行検査の結果がある程度で揃っていますので、例えば受けた人 その 1% 弱にリハビリ以上の結果が出ますと、で二次検査を受けた人の 10% ぐらいの割合で細胞診の適用になりますと、でそのうち何パーセントぐらいに悪性の、また悪性疑いの人が見つかりますということの説明をした上で、でそれぞれその検査結果に応じてどのような心理的な負担が生じるかというのをきちっと説明すべきだというふうに思います。その過剰診断の話が出ましたけれども、その過剰診断の割合って現状のデータからは決してこの実データとしては出せないので、欧米でもシミュレーションの結果とかで過剰診断の結果割合を出したりして、その実データからは決して出てこないものなので、死亡率の減少効果についても同じだと思います。現状分かっている範囲でどういう結果になりますというような説明を十分にすべきではないかというのが私の考え。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、先ほど利益の部分で死亡減少効果がもうなかなか望みにくいということは、その通りというか、この専門家は分かっていることかもしれませんけれども、少なくとも受けている人たちはそのことあまり分かっておられないと思います。ですから説明文書に何を書くかということなんですから、専門家が当たり前と思っていることでもですね、きちんと受診者の人たちがこの理解とギャップがある場合はですね、きちんと記述すべきかというふうに思います。でその上でどのようなものが利益であるのかということを列記するのは、それもできるだけ定量的に示すということをした方がいいと思います。はい、ありがとうございます。今吉田委員と、すみません、死亡率云々っていうことを利益の第一と考えていらっしゃると思うんですけど、甲状腺の先ほど、言われたことはですね、QOL を上げるというような部分が非常に大きいんですね。浸潤しているのが 40% ぐらいあるといったところをですね、早期に超音波で発見してですね、それを治療に持っているというのは非常に大きいわけなんですね。そうするで死亡率云々を言うのにはですね、まだ7年ぐらいしか経ってないわけです。
ですね、一番最初の先行検査から始めて、それにはあまりにも期間が短すぎるということが言えますので、今のちょっと議論の中ではなかなかちょっと先生の言うようなことは言えないんじゃないかなというふうに思います。このデータから、そうです、このデータから死亡減少効果を言うというのはそれは難しいです。で、何ができるかといえば、個々の発見例の人がですね、仮に放置されたらどのような結末になっていたのかということを想定して、どのような利益があるのかということをですね、記述するというのはできるかもしれない。どのような利益があるか想定してっていうのはですね、その手術なさった先生方はやはり、そのまま置いておくと危ないというように思って手術をされているわけですから、それを否定するってことはなかなか難しいと思うんですね。否定はしていません。ですから、どのような利益が想定されたのかということをここに記述する。まずちょっと整理しますと、最初の予後の点については、一般に甲状腺がん小児の場合でも予後は例えば10年生存率で 99.5% とかっていう数字が出てるかと思いますので、そういうのを入れるということですね。から先ほどの片野田先生が言ったものに関しては、丸2の2のところの米印の4のところにちょっと書き落としてるんですけども、本格検査の実績では B 判定が大体 0.5% ですかぐらいになってまして、で今の状態ですとそのうちの 5% ぐらいの人に精子吸引がなされますというような、そういうような今のデータを入れ込むというようなことでよろしいでしょうか。それで先ほどの祖父江先生の、ご意見ですが、そのまま放置して要するにどの段階で臨床症状が出るかという議論だと思うんですね。で要するに臨床症状が出るというのは反回神経麻痺が起きるとか、気管の中に細胞侵入が入ってそこで声がおかしくなる、呼吸がおかしくなるとか、あるいはどっかにポンと飛んでそれによる症状が出るというようなところの、その一番どちらかというと昔の何もしない時の甲状腺がんが臨床的に発見された時の標準的な治療でどのくらいの成績だったかという話を出せということのように今理解したんですけど、生存率のことを言ってるわけでは全然ないです、はいはい、例えば反対神経に非常に隣接しているロケーションなので、何年間放置するとこのようなまずいことが起こるんです、そのことをここに検討するというのができるんじゃないかという意味です、これはちょっとこれは臨床の吉田先生の方から、例えば医者がなかなかそこまで放置したというのはないんで、ただ昔だったらこういう症状で甲状腺がんは見つかったよというようなことを書き込む形になるのかなと思うんですが、吉田先生いかがですか。そのまま放置したらどうなるかということではですね、やはり第一に出血が起こります、気管。それで出血による窒息死というのが起こりますし、それから周囲臓器、頸部というのは動脈、静脈、太い頸動脈、低静脈がありますので、それを浸潤して大出血を起こすと、そういうのを具体的にですね、我々は経験しております、そういうことになるんじゃないかというように想定されます。それが何年先に来るかということは、その腫瘍の浸潤の速度によって違ってくるだろうというように考えておりますので、何年ということは言えないですけど、遠い将来そういう恐れがあるということで外科医はみんな手術するんだろうというふうに思いますけど、想定されるそういった害ですね、有害性を個々の例について記述したのかと、そういう意味です。それ非常に生々しくてですね、そういうことをこの場に書くということ自体がですね、どうかなと、そういうことになりますよというのは皆さん暗黙のうちに分かっているんじゃないかなというふうに思います。それからあと反回神経の
麻痺っていうのがあります。そのまま置いておくと左遷になってきます。そういうので一生苦しんでる人っていうのは、かなりの数いますので、そういうことを、あえて書くということをしなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。非常に生々しいことをかえって恐怖心を植えるような感じになると思いますので、その代わりに、私はこの検査を受ける前にですね、小児甲状腺のに言われている一般的なこと、一般的なコースのことを書いてですね、手術した場合に、何パーセントぐらいの人が生きてられるというようなことを書いた方が非常に予防がいいということを書いた方が、一般の、その検査を受ける前の段階の人たちには有益じゃないかなというふうに思います。大阪大学の高野ですけども、ちょっと全体像を俯瞰してみた方がいいと思うんですけども、現状放射線による影響というのは少ないと県の見解を示しています。にもかかわらず200名以上の甲状腺がんが診断されている。この地域では通常の臨床経過では、この人数だったら数名しか甲状腺が出ないはずである。じゃあ残りの差は何なのかということで、これらの残りの、200人近くの方、これが全員、甲状腺が見つかって良かった人だということになると、じゃあなぜ福島だけこんなに増えているのかということを、これは県民に説明しないといけないんですよね。それをどう評価するかというところで、やはり数字としてどれだけの人がメリットがあってどれだけの人がデメリットだったのかということを示すべきなんじゃないでしょうか。論点がちょっとずれてるところです。現実的に今多く見つかってるっていうのは、その前の議論の中でもスクリーニングをかけて小さいがんを一生懸命見つけてるという現状を報告したかと思います。だからそこで十分説明はついてる。で、問題はそういう小さいがんを見つけることが果たしてメリットかデメリットかという議論になってくるんで、ちょっと論点が少しずれてるかなと思います。で、小さいがんのうちに見つけた方が手術進出は少ないですし、 QOL はいいで、甲状腺全摘をしないわけですから、そこでホルモン補充療法も少ない、やられて済むというようなメリットがありますよっていうのはここで書き込めるわけですね。だから私はそれでかなり十分なんではないかというふうに思いますね。いかがですか。そこで仮に、スクリーニングをせずに置いておいた場合、どのようなデメリットがどのような人数の子どもに出たかという議論が必要なのではないかと思います。はい、それは先ほど吉田委員の方からもあったんですが、要するにどの段階で臨床症状が出るかっていうことは予見不能なわけですよね。で、ただ放っておくと少なくとも臨床がんに進展する人たちは将来こういう臨床症状が起きて外来受診しますよ。で、そういう段階で手術した場合は今のような部分的な手術ではなくて、より侵襲の大きい全摘になるでしょうし、また場合によっては放射線療法も一緒に併用するというような話になりますし、甲状腺ホルモンもずっと生涯補充するというような、そういうふうな要するに臨床病気が遅れれば遅れるほどそういう治療法が変わっていって QOL が変わりますよということは記述できるんだろうと思います。はい、大阪大学の高野さん、ちょっとそこも視点が違うんですけども、要するに、先生がおっしゃることは分かるんですが、そういう方がこの200人のうち何人言われるかなかというのが非常に重要な情報だと思います。それを出すべきなのではないでしょうか。はい、200人のうち何人いるかっていうのはですね、ただその手術をする外科医がですね、小さいがんといっても甲状腺の表面にあるがんと、それから中の方にあって神経に接しているがんと、それから食道に接しているがん、気管に接しているがんといろいろあります。それでそれぞれのところでリスクを考えて、そのリスクが多少多めになっている可能性は否定できませんけど、100% その治療したのがですね、一致しないんですね。私たち
患者さんを前にしてですね、こういう可能性がありますということで手術をしますかというと、手術をお願いしますという患者さんはほとんどです。その段階で同意書を取っています。ですから、それが結果的に、浸潤しなかったということもあり得るだろうと思います。現在の医療においてはそのやはりその可能性があれば何か処置するというのが外科医の立場ですので、それを否定してしまうことはできないと思うんですね。例えば甲状腺がんは予後がいいので、今言われるような高野委員が言われるようなことの議論が出てくるんだろうと思うんですけど、私は乳腺と甲状腺やっておりますけど、やっておりましたけど、乳がんの方でもそのようなことはいくらでも言えると思うんですね。ですからそのことを言ってしまうとですね、外科医自身の仕事とか姿勢を全否定してしまうような感じになってしまうだろうという概念を思います。はい、片方ですけど、過剰診断はそのスクリーニングを受けなければその生涯臨床的に発見されないがんというのは定義されていますけど、それ個々の症例でそれを示すことって不可能なので、その一般論としてそのこう検診スクリーニング検査には過剰診断というものがそのあって、でその生涯その臨床的に症状発症しないようながんが見つかることがありますぐらいの説明は一般論としてはできると思うんです。で現状ではそれしかできないんだと思います。定量的に何かどのくらいの割合が過剰診断ですという数値がこの検査の結果から言えるわけではありませんので、ただ一般論としてその過剰診断というのがあり得るということはきちっと説明すべきだと思います。加藤でございます。過剰診断の問題にまた入ってしまったんですが、今問題になっているのはアメリカとかですね、韓国ですかね、過剰診断が問題になっている、これは事実なんですね。ただその彼らが問題にしているものと日本での診療とその診断のシステムっていうのはかなり違うので、一概にその日本でやってることが過剰診断というふうな言葉でまとめられるのは、少し違うんじゃないかというふうに思っております。過剰診断というともう初めからもう診断過剰の診断ですので、これは患者さんにとっては非常に大きな問題になって、その言葉を使うこと自体が、非常に良くないんじゃないで、実際に言われているオーバーダイアグノーシスというアメリカで言われている、それから韓国で言われる過剰診断というのはかなり日本と立場が違う、それから手術の、方法、それから手術の範囲も見つかった場合もそれも日本とは大きく違いますので、そこは注意して扱った方がいいと思います。はい、多分オーディエンスの皆さんにアクティブサーベイランスっていう、私たちは当たり前のように今甲状腺がんで使っている言葉なんですが、ちょっともう一度説明した方がいいと思うので、これは吉田先生お願いしていきますか。小さい甲状腺がんを手術した方がいいかどうかというのはですね、私が医者になった頃40年ぐらい前から日本の外科医は議論してまいりました。で初めの20年間はですね、やはりなんだかんだ言ってもがんなんだからということで手術をしてまいりました。ところが今から20年ぐらい前からですね、ポチポチとこう手術をしないで様子を見ようと、特に1センチ以下のものを日本の外科医は微小がんと呼んでおりました。それでじゃあ微小がんというようなものをどうやって扱うかということで、熊病院とがん研と、その2つの病院で先行的に、患者さんに、同意書を渡してですね、どうなっていくかということを見たわけですね。それで3ミリ以上大きくなったら手術しましょうとか、いろいろ細かい取り決めをして、ずっとフォローアップすると、年に、半年に1回あるいは1年に1回のフォローアップすると、積極的に、フォローアップしていくというのをアクティブサーベイランスと言って、今かなりそうやって微小がんの
扱いについてはそうやって見ていく、日本の施設が多くなっております。だからそれをこの福島でもですね取り入れて、すぐに手術をする必要のないものは、手術しないで、アクティブサーベランスというような格好で医大の方で見ているんだろうという具合に私は思っておりますけど。はい、ありがとうございます。それでは今日随分追加の大阪大学の高野ですけども、アクティブサーベイランスなんですけども、それは大人と福島の子どもでは大きく状況が違うと思います。まず子どもの場合はがんと診断されることが非常にその子にとって大きなデメリットになります。要するに世間一般では甲状腺がん予防はいいと書いてますけども、世間一般は我々専門家は甲状腺がんと非常に予防がいいというふうに知ってますけども、世間一般ではその子たちは診断されたその時から小児がん患者です。それからもう一つ、私自身も経験したことですけども、その世代の子どもたちをアクティブサーベイランスしようと思っても結局進学がある、就職がある、結婚したい、子供みたい、もう絶対に迷います。で結局何年か経ってから手術しようと言って手術しました。じゃあこのアクティブサーベイランスに関してどうだったんだろうという話になってしまいます。ですから大人と子供は非常に違うと。特に福島の子ども、今福島の子どもたちは将来どんどんがんになるとかいう風評被害が出ています。そんな中で子どもたちにがんという診断をつけてアクティブサーベイランスするというのは非常に残酷なことだと私は思います。桜井先生、ちょっと提案なんですけど、利益不利益の中身をですね、何を記述かということに関してもちょっと議論があるところなんですけども、一方でその今の、IC の説明文書できちんと説明できているかというと、それも、不足するであろうというのが前回のコンセンサスだったと思います。ですから、それ待ってはおれないわけで、きちんと部会の間もですね作業をして IC の文書をその説明文書の中における利益不利益の記述をどうするのかの案を作らないとですね、なかなか進まないと思うので、何かワーキンググループがですね、あるいは福島以外の先生方にも入っていただいて、その案を作った上でここの部会で検討するという形にした方が私はいいと思います。はい、それは私もなかなかこの限られた30分ぐらいの間で議論が出尽くすわけではありませんし、きっちりした文章を仕上げていくためにはやはりそういう下準備で少し IC を作る不安を作る必要があるだろうと思います。それからもう一つ、こういう文章で伝えるっていうだけではやはりうまく伝わらない可能性はある。今高野先生もそういう診断を受けること自身が非常に精神的なダメージが大きいのではないかというようなこともありましたし、現在もがんと診断された後のケア体制というのは県立医大の方でしっかり取ってもらっていると思いますが、その辺も含めてですね、少し再整理してみた文面を、この次は準備していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、その説明文書の中身の検討に加えてですね、それを使って、説明した場合に受診者の方がどの程度理解してくださるのかとかですね、あるいはその理解の上に立って受診行動がどの程度変わるのかといったことも、きちんと確認をしていくということが必要だと思います。で、実際のその受診者とか非受診者とか、あるいは本人保護者等々ですね、そういった受け入れ側 その理解度に関する調査結果があればですね、もしすでに調査結果があるんであれば、すべてこういうその番号の方に訴状に出していただきたいと思いますし、もしなければですね、それも加えてですね、ワーキンググループを作って、質の調査をするというようなことをの体制を構築するということが必要だと思いますか。そういうことでしょうか。はい、すごいです。ちょっと確認ですね。今そういうきっちり説明をしていくというような体制を取ったとき、それが
受診行動にどういうふうな影響があるかとかを少し客観的にモニターするようなプログラムを医大の方で考えてはどうかというような提案と理解してよろしいですか。大前提ですね、今受ける人から受けない人がどのような理由で受けているのか受けないかということも合わせて調査をするというようなことも必要です。はい、これは医大の方でそういう提案があった場合、具体的に受けられるか、あるいはやっぱりなかなか研究計画書から始まりますから、そうすぐできる話ではないとは思います。はい、医大の安田ですけれども、曽根先生がおっしゃられたことを重要性にしているつもりですけれども、ただはい、分かりました、ではこちらでっていうのではなく、やっぱりワーキングというか評価会の先生たちが本当に知りたいことや今後のこの検査をより適切にするために必要な調査っていうのはやっぱり非常に微妙な問題もあると思いますので、ワーキングなりにで主体的にやっていただいて、その中に医大が関わらせていただくっていうことであれば可能なのかなというふうに思います。じゃあこれも次回までに少しいろいろ議論を進めていきたいと思います。それでは、少し関連する話になりますが、前々回の時からちょっとこれは他の部会に、祖父江部会にから2つこの春に意見書が出てました。でそのうちの学校検診の部分 の, 問題についてのものに関しては今まで議論しないで先送りしてきました。でこれ ICU ともちょっと関連したところはあるんですが、なんで学校で検査をするようになったのかというその辺 の, 背景情報も含めてまず説明をしていただきまして、それから具体的に甲状腺検査の中での実施体制に関する議論をしたいと思います。一番最初に資料の 3-1 に基づいて医大の方から説明をお願いします。はい、医大の志村です。資料 3-1 をご覧ください。学校における検査開始の経緯でございますが、先行検査を全県域で実施するにあたりまして、検査を希望する方が等しく受診できる機会を確保することや、検査会場までの移動方法の問題、保護者の負担軽減等の理由により、市町村側から学校での検査実施に意向がございました。また、各市町村の教育委員会からも、多数の児童生徒が学校を休んで受診した場合に授業への影響があるという理由から学校での実施について要請がございました。それらを受けまして県と協議の上、平成23年11月から学校での検査を開始したという経緯がございます。現在、各クールに検査の、におきまして、市町村立の小中学校にの検査におきましては、各市町村教育委員会を訪問させていただいて、ご説明の上、学校での検査のご承諾を得て行っております。なお、検査にあたりましては、市町村教育委員会から学校へ協力依頼を通知して、いただいております。高等学校や私立学校等に関しましては、個別学校、各学校に個別に訪問させていただきまして、検査について説明の上、承諾を得て、学校での検査を実施しております。対象者に関しましては、検査のお知らせソフト、同意確認書、検問診票やり取りですけれども、甲状腺検査の案内、同意確認書、検問診票の用紙や手引き、受診の手引き等は、我々、福島県立医科大学から各検査対象者へ個別に郵送しております。で検査に関する同意確認書、検問診票は、医大に返送していただくようにご案内しております。で検査時点において同意確認書
が未提出の場合等で保護者の同意、まあ、保護者あるいは本人かもしれませんけど、保護者の同意が確認が取れない場合は検査は実施しておりません。また検査結果に関しましては、我々医大の方から対象者のご自宅に直接郵送しております。現在の実施状況と開始の経緯についてご説明させていただきました。ありがとうございます。この資料の3の1を準備してもらったのは、まあ、この後高野先生、祖父江先生の提唱の中で一番最初に学校検診というのはどうしても強制性があるから倫理的に大問題であるという強いクレームがあったと思います。私自身はきっちり同意の取れた人だけが受けるという形になってますし、現実に 100% 受診率を達成しているわけではなくて、きっちりと受診しないことを選ぶ人たちもいるという現実、それから、まあ、ここにあるように決してこれ検査のやり方として最初からこういう形を取ったというよりはある学校あるいは、まあ、府警との合意のもと現在のような形になっているというふうに理解しておりますので、この資料を準備していただきました。じゃあ続いて資料の3の2、これは県民健康調査における甲状腺超音波検査の実施体制及び検査方法の問題点と改善案ということで、高野先生、祖父江先生から出されていますが、高野先生の方、簡単に説明をお願いいたします。大阪大学の高野です。県民健康調査における問題点の改善案につきまして、1番として検査実施体制上の問題点、2番として検査方法の問題点として、リストアップさせていただきました。検査体制上の問題点につきましては、先ほど学校検診の件が出ましたけれども、まあ、調査を行う上では強制性があってはいけないということが大原則なんですが、現在の体制では授業の合間に検査が実施されており、検査拒否の意思を示しにくいため強制性を持つということが言われています。実際、まあ、授業の合間に行われてしまうと、検診を受けない、検査を受けない子どもたちが、授業中、教室でポツンと残っているという現状があると伺っています。ですから、原則放課後あるいは休日に限定して検査をすべきではないかと考えます。それから、これは補足的な事項ですけれども、学校で検査を実施していることで、対象者に、健康改善を目的とした他の健康診断の同様な検査であると誤解されている可能性があると。多分おそらく例えば、まあ、先ほど祖父江さんも言われましたアンケートとかを取ると、まあ、そういう意識の保護者の方が非常に多いんじゃないでしょうか。ですからこの辺は説明文の内容と特に健康改善を目的とした検査がないことを学校関係者に周知する必要があるのではないかと思います。それから2番目は検査の方法の問題点ですが、これは先ほどのメリットデメリットの話にもつながりますけれども、対象者、検査の対象者に対する有益性、有害性を低減するための検討すべきであるということで、別紙の方で参考文献というのが書いてありますけれども、JAMA の US プリベンティブサービスタスクフォースの論文では、まあ、利益不利益のバランスの上で不利益の方が勝ってしまっているということで、まあ、これが問題だろうということが言えると思います。また、がんの治療等に伴い幼少期に頸部に大量に被爆した症例についてどのようなフォローをするかということでいくつかガイドラインが出ていまして、そちらも参考文献を載せていますけれども、今出ている、ガイドラインの方の、参考文献から裏面になりますけれども 3-5 になります。まあ、まず、後ろの方で、3つの団体から、指針が出てますけれども、いずれも US ではなくて、職種の方を推奨しているということで、それから、アメリカ甲状腺学会の方から、ガイドラインが出てますけれども、こちらの方もまず診察をすべきであると、診察して異常があった場合、画像検査を考慮すべきということをリコメンドしています。ですからこのような、国際的な背景もあるということから改善案を提案していますけれども、最初から超音波をするのではなくて触診をした上で超音波検査による精査の必要性を判断する
あと過剰診断を減らすためには超音波検査の件数を減らすしかありませんので、超音波検査の対象年齢を制限する、超音波検査の実施頻度を下げるということを提案させていただきたいと思います。以上です。はい、まず問題点の1の方は、まあ、これ今あったように決して強制性を持って始めているわけではなくて、きっちり検査当日になって同意しますかどうかっていうと強制性っていうのは十分だと思いますが、事前にこれは意思表示をしてもらった上でやっているということになってます。ですから私はこれはかなり高野先生の機能指針かなというふうに思っています。で、妊骨の方の、丸2の方ですね、これは現在、まあ、説明と同意書を書き換えている最中ですので、そこの中で十分書き込めば解決する問題ではないかと、決して一般の健康改善を目的したものではないというのはそこで十分書き込めるのではないかと思いますので、ここは、まあ、IC の方の話に収束していくのかな。検査方法の問題点で、これは私高野先生文献の読み方少しバイアスがかかっていらっしゃるので非常に不安に思っています。まず子どもに関するガイドラインとしてはジャマじゃなくてサイロイドの方ですよね。でこれは例えばリコメンデーションの 4B 一番下のところにルーティンスクリーニング US にハイリスクチルドエンキャンナイザーズリコメンディティノアアゲインスアンティルモアデータリカマベイラブルということで、このリコメンデーションが書かれた段階での文献調査では積極的な支持も積極的反対もできないというのがこのリコメンデーションになっています。で実はこの後のリコメンデーションとして3つ目のキャンサートリートメントレビュー、それがクレメントたちの論文なんですが、ここの中でははっきりとどちらかというと US 超音波を使った場合のベネフィットとまあ、ディスアドバンテージリスクをしっかりと説明して、その本人と医者とが話し合った上で、まあ、ちゃんと US を使いましょうというようなリコメンデーションになっているかと。先生が挙げたところはまずこれまでどうだったかというところの一番最初の文献のサーチしたところでの表をたまたまポッと出してきただけで、実際の中身を読んでいただくとそういう内容になってて、でその精神というのが今回の IARC のリコメンデーションの中の、まあ、どちらかというとアクティブサーベイランスも含めたような形でのまあスクリーニングじゃなくて、何言葉を使ってましたっけ、モニタリングというような概念に入ってきてるかと思いますので、決して国際学会が超音波じゃなくてパテーション触診でやりましょうというふうなのを子どもに対して今積極的に進めているわけではないというふうに言っていただきます。で特に今吉田先生の方からもご意見あったかと思いますが、小さいがんで本当に今手術しないでアクティブサーベイランスの対象でいいのかどうかということを判断するのは触診ではできないですよね。だからなんかその辺も少し高野先生と、まあ、私の意見はあんまり強く言ってもしょうがないんですけども、国際的な流れと少しずれがあるような気がしております。それに関して、はい。南部ですけど、小児科の立場からしますと、教育委員会って非常に強い力を持ってますね。で、教育委員会、あるいは府警からの要請があるというのはかなり強いことだと思うので、でそれに関していろいろ僕らがどうかという立場じゃないかなという気は一つします。であとはですね、スクリーニングに関してですけど、
福島県の外ですよね。例えば千葉県、私の住んでる千葉県はですね、柏とかってホットスポットって言われてる地域がたくさんあるんですけども、そういう地域は NPO 団体がいろいろもう勝手に、甲状腺の検査とかしてるわけですね。でそういう検査に殺到するわけなんですよ。でそれからまあ市町村柏、ちょっと定かではないですけど、市町村がその検診の費用を、まあ、半分負担するとか、でそういう自治体が絡んでやってるところも結構あったりしますんで、ですからまあちょっと大阪とちょっと千葉と、なんて言いますかね、その放射線に対するちょっと受け止めが違って、かなり千葉県の人は、福島県から離れているけれども、かなり、まあ、福島から避難した人じゃないわけですけど、そういうことでかなり気にしている人は多いと思いますので、でそういう状況で福島県が今の体制を改めてしまうと、まあ、要はスタートとしては、高野先生は被爆の影響はないっておっしゃってましたけども、まあ、最初のその何ですか、まあ、政府の発表をみんな信じなかったっていうのが原点 でみんなまあ隠蔽してるんじゃないかと、でそういうことから始まってるわけですから、ちょっと今の状況で、まあ、想定外に、まあ、甲状腺が見つかったということで、それで検査体制を縮小するというと、また何かいろいろ言われるような気がします。今の高野先生のご説明でですね、キャンサートリートメントレビューの方で触診を進めている、まあこれ、私も専門ではちょっとないので、はっきりこう断言はできませんけども、少なくとも放射線治療を受けた子どもにおいて、その後甲状腺がんのサーベイランスをするのに、超音波ではなくサイロイドパルペーション、触診を推奨するというガイドラインが、この3つのガイドライン、それぞれでコンコーダントというのが、まあ、一致して主張していることで、で、まあ、ですから、まあ、超音波検査をするということと同様というか、それ以上に触診ということが結構、モニタリング、サーベイランスの手法としては、採用されているんだということは、ここは言えるんじゃないかと思います。でその上で学校検診の際にですね、まあ、授業の合間といいますかね、にやられていると。で、まあ、強制性はないかもしれませんけれども、まあ、やらないと判断した、まあ、保護者の方、あるいは本人ですね、教室に残って、非常にこう、なんか居づらい感じがあるというようなことを聞いたりします。で、その際にですね、まあ、一緒に検査を受けるんだけども、選択肢として触診、超音波のに加えて触診があるということであればですね、検査を受けるということも可能だし、はい、でまあ、だから触診というものをです、ね、選択肢の一つに設けるということも本当に考えたらどうかと思ったりします。甲状腺の触診というのはですね、ほとんど分からないです。先生が言われるほとんどその放射線を受けた子どもたちに触診するというのはですね、ラディエーションサイロイダイチスというのがあります。そちらの方でそれをディテクトするのはいいのかもしれませんけど、それからがんが出てきた時に、その触診で見つけるということはほとんど不可能ですので、やはり甲状腺の超音波というのは非常に無害ですし、いい方法だろうというふうに私は思っております。私も、今みたいに吉田先生の意見に最も賛成で、まあ、かなり多数、まあ、スクリーニングをする場合はかなり多数の医師が甲状腺を触るわけですけども、私も甲状腺が腫れてると言われて、紹介される患者さんいっぱいいますけど、ほとんど甲状腺じゃなかったりします。で医者が、まあ、甲状腺を専門にしてない医者が触って、まあ、甲状腺が分かるどころか結節が分かるとはとても思えないです。でそういう意味では超音波でないと客観性は保てないような気がしますけど、はい、そうです。ですから超音波で見つけるようなノズルを見つけようとしていないということですね。触診むしろしないということです。よろしいでしょうか。でこれも前回ちょっと議論したんですが、結局大きい甲状腺がんは素人でも見つけられます。
5センチとかそんな大きさだったら誰でもっていうか一応こうその目で見れば見つけられますし、もうちょっとちっちゃいやつでも慣れた人だと見つけると思います。ただその段階で見つけた時にどういう手術方法になるかっていうと、一般のスタンダードは両側の甲状腺摘出になりますし、結構広い覚醒になって、でアメリカのこのここで JAMA なんかのリコメンデーションとか、あの段階のテストね、放射性要素の治療を一緒に組み込むわけですよ。要するにそういう治療を前提にした促進法なんですよ。だからやっぱり今日本でやろうとしている早期発見でなるべく手術やの少ない治療を選択しよう、なるべく QOL を残したものにしようというときは促進法では相当問題があるんだろうと私は思っています。はい、次です。なぜこのキャンサートリートメントレビューにですね、ファイラルパルペーションというのが推奨される方法です。書いた。先生、これもう一回先生に文献を送ったと思いますが、これは一番最初に既存のものをレビューしたんです。で、その中でじゃあ彼らはどういうふうなリコメンデーションにしようかって言って、その後ズルズルズルっていっぱい書いてまして、例えばパルペーションの促進法のメリットデメリットも書いてますし、 US 超音波のメリットデメリットも書いてます。でそういうのを理解した上で医者と患者さんと親御さんとで話し合って US を使うんだったら超音波を使いましょうっていうのがリコメンデーションになってます。決してこれで全部やるべきだというようなリコメンデーションではないですが、そういう US を否定するようなリコメンデーションではないです。否定はしていません、はい、選択肢のうちに、はい、パルペーションも入れたらどうですかという、はい、ですからパルペーションを入れるという議論は先ほど言いましたけども、今の日本の術式の考え方とはあまり合ってないというところだと思います。はい、大阪大学の高野ですけども、このサイロイドの論文、それから、キャンサートリートメントの論文ですけど、いずれも、触診とか超音波検査について議論してて、結局超音波検査リコメントしてないんです。その理由というのはやはりオーバーダイアグノーシス、これが検査されるという理由に違いありません。でもしも超音波検査が非常にいいもので有益なものであって、無症状の若年者に超音波を当てることがいいものだったら、もっと世界中で広まっているはずです。それがされないということに非常に我々ちょっと神経を尖らす必要があると思います。はい、吉田。超音波っていうのは日本で、非常に早くから発達しててですね、欧米っていうのは非常に日本の方に引っ張られてやったものなんですね。ですからその影響がかなりあるだろうと思いますし、今触診って言われましたけど、例えば乳がんの世界で乳がんの検診をする場合にですね、触診はもう今根拠がないと、客観性がないということで否定されてます。それでマンモグラフィーだけにしましょうということになっております。それと同様にですね、超音波で見つけることが、悪いという、超音波検査そのものが悪いのではなくてですね、もし悪いとしたらですね、見つけたがんをどういう具合に取り扱うかというような、その後方の部分で、みんな手術してしまうとかっていうような、韓国みたいなようなことが取られることが悪いのであってですね、それに対してアクティブサーベイランスなりいろいろ解決案がありますので、その精度をもっと高めようというような努力をする方が正しいんじゃないかなというふうに思いますけど。はい、高野委員とか予測委員の意見というのはですね、この一般的な甲状腺がん のスクリーニングとかそういったものを、ここの福島の原発事故後の調査とこう一緒にして扱っているところがですね、どうかなというふうに思いますね。今までそんな子どもの、ね、スクリーニングなんかやったところは一つもないので、実際出てきたデータでそれを、そういうふうな話になってきているんだと思いますけど、ただ、やはり原発事故後、
やるときにですね、やはりあのロールモデルになったのはですね、チェルノビルなんですよね。チェルノビルの甲状腺っていうのは子供の肝が多かった。それが非常に皆さんが危惧したところで、それで始めたことなんですけど、今お話ししているのはですね、一般的な甲状腺がんの話を、大人のもう話をしている。で、実際我々がやってるのは、これからの、その将来のある子どもたちのために何とかしようというふうなことですので、それとそれに対するデータというのはほとんどないんです。どこも出してもですね、ないと思います。私もかなり甲状腺の子どものがんをやってますけど、子どもの甲状腺がんは特殊です。ただし、それに対するその臨床的なフォローアップデータとかそういったものは非常に限られておりまして、今お話しているジャマとかいろんなものっていうのはですね、もう大人の子ども、甲状腺がんに対してのものなんで、やはり、それとは分けて考えていいんじゃないかというふうに思います。はい、アミーン、何かございますでしょうか。私、市内で外科、甲状腺の外科をやってまして、その立場からしますと、あまりその半壊神経麻痺が起きて、出血が起こってっていう経緯で発見される甲状腺がんって実際に少なくて、もっと自然な形で見つかる甲状腺が見つかった時点で、治療が間に合うよっていうような甲状腺がほとんどだなっていう印象があるんですね。で、何を聞きたいかって、言いますと、やはり触診って本当に不十分なのかっていうのはちょっと何とも言えないかなというふうに思いますし、超音波で実際に過剰診断が増えるんじゃないかなっていう意見も、このことまで思ってまして、僕自身ちょっとどういうことが一番正しいのかっていうことですね、なかなか決めかねている状況ではあります。はい、大体片野大臣特にないですか。触診法あるいは、超音波を使った検査、それぞれメリットデメリットあるというのはクルメントたちの論文にも書いてあります。で、今まで の小児甲状腺がんに関するリコメンデーションで、超音波を使った方が間違いなくいいというようなデータっていうのはまだまだ少なくて、実際は日本 の, この部会の中でも前々回になりますか、吉田委員の方に小児の時期に診断した症例 の, 日本の報告をしていただきましたけれども、ステージが早いほど再発率が少ないというようなデータが少し出てきているくらいで、非常に大規模な調査の中で早期診断というのがどの程度メリットがあるのかというエビデンスはまだまだ蓄積が足りないというのが現状だろうと思っています。で、その辺が超音波を使うことに対して積極的反対もしないし賛成もしないというそういう中立的なリコメンデーションになっていたというところだろうと思っています。で、現実に今この福島では超音波を使った検診を続けているわけなんでして、でそこの中で間違いなくいろんなエビデンスが今集まってきている。大体どういうふうなでまた手術した症例も増えてきていますので、それがどういうふうな予後をたどっていくのかっていうのも従来小児の場合ですと非常に大雑把に病気分類をして
やってたわけですが、より細かい病気分類をした上での再解析っていうのも将来可能になってくるんじゃないかとは思っています。でその辺が出ないと本当の意味で今高野先生の疑問に対して答えるあのエビデンスと言えるだけのデータっていうのは出てこないのかもしれませんが、あの現在それがないからといってじゃ あの全く早期発見の間違いなくそれ自身はあの QOL を改善するあの利点はあるわけですが、それを無視した上でもう一回パテーションに戻るのかという疑問は、まあ、私はあのなかなか受け入れられないのではないかというふうに思っております。どうしましょうか。これは結局なかなかあの議論は収束はしない、こういうふうに立場の違いっていうのはずっと残るんだろうと思っています。でそういう意味ではあのクレメントたちと同じようにですね、あのインフォームドコンセント同意書を取るときに超音波検査でどういうことが実際早期診断のメリットデメリットと同じ話になるんだろうと思いますが、それをきっちり書き込んだものを作っていくというような形になるのかと思います。 あくまであの判断してそれを受けるかどうかっていうのはやっぱり親御さんと、まあ、子どもさんが判断する話なんで、あのそれに対して十分説明を尽くすと、それからまたあの早期発見された場合の、まあ、アクティブサーベイランスというような考え方も出されましたが、あの今医者の側ではそういうようなことをスタンダードとして考えながら皆さんをフォローしていきますというようなこともあるに書き込むのかと思っていますので、まあ、その辺をこの次までに少し文章にも少しまとめて準備していきたいと思います。そんなところでいかがでしょうか。はい、この資料というのは我々実はもともと倫理問題として出しているものですので、特にこの学校検視に関してはあの倫理委員会の場で検討していただく必要があると思います。ですから現在福島県立大の倫理委員会がこの役をしていると思いますので、そちらの方で学校検視の問題についてもこれで可か是とするか否とするかは判断していただきたいと思います。これについてはすでにあの今の研究計画書をは倫理委員会にかかってて、その中にこの検診の体制も含まれているのではないかと私推察するんですが、検診で安村ですけども、鈴木先生のおっしゃられた通りです。ですから一応倫理委員会でこの方式は認められているというふうになっているかと思います。それはあの検査開始当初の審査ですか。通りです。この学校検診はその後で始まったのではないでしょうか。このやり方での申請で承認されています。了解しました。はい、そのことだけでなくてですね、その16歳以上の未成年に関しての同意の取り方に関してはどうですか。臨時審査でこのやり方で認められているわけですか。あ、志村です。現在あの二次検査に関しては16歳以上は本人の同意も得るという方針で、一次検査は20歳以上で本人の同意で、20歳までは保護者の同意という保護者 の同意書の書式で承認はいただいています。で前回 お答えさせていただきましたように、あのだんだんこの指針も移り変わっておりますので、今回 の議論を踏まえてまた、書式を見直したりということでもう一回し、まあ、あの修正申請をすることになると思いますので、その時また一緒に検討させていただきます。ありがとうございました。はい、大阪大学、多分ちょっと今思い出したんですけども、あの超音波検査の実施に関する弊害についての審査というのはされているでしょうか。あの前回お示しさせていただきました同意のお知らせの文章で、あの
とその同意書を提出して、その最初の承認からいろいろやはり移り変わりがございますので、その都度修正審査をしていただいて、通過したものを受診者の方にお送りしているっていう高野委員、今同意書の文面を変えて、そこの中に甲状腺検査の、メリットもきっちり書き込んだものが出てきて、それが倫理審査に再度かかるというふうに私は理解しておりますので、高野先生の懸念はそこの段階で解消されるのではないかと思っています。はい、ちょっと私は福島県の方に書類取り寄せてみたところでは、超音波検査の、利益、不利益とかいうところがあって、そこには超音波検査については基本的には侵襲性はないとの記載しかなかったような気がするんです。そこをもし今の現状のままだとしたら、そこはやはり審査を大量に必要があるんじゃないかと思います。研究結果書は本文はそうかもしれませんけど、その同意文書はその都度提出してますので、それの先生が求められているレベルを出しているかどうかちょっと分からないんですけども、その都度可能な範囲で修正が都度アップデートしております。で、今回前回は先行検査の評価部会検討委員会の結論を踏まえたものが出ておりますので、今回また本格検査2回目の評価部会検討委員会のご決定を踏まえてまた修正していくというところになります。はい、じゃあどうもありがとうございました。今日はかなり突っ込んだ議論がされました。必ずしもこの部会の中でハーモナイズされるっていうのを期待はしておりません。やはりいろんな意見があるということをいかに県民の皆さんにもちゃんと伝えた上でこの検査を受けてもらうか、そういう体制を作っていくことが一番重要だと思ってますので、ぜひこの次までに具体的な文面として今の検査のメリットデメリット、その辺を分かりやすく書いたし、もしそれで足りないんであれば付属のパンフレットのようなものも使うというような形で準備を進めていきたいと思います。その他ございますでしょうか。特に何をでしたら、第11回の甲状腺検査評価部会、これで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。では、臨局の方をお願いします。はい。それでは、次回の部会の日程につきましては、正式に決まりましたらばお知らせしたいと考えております。以上をもちまして、第11回甲状腺検査評価部会を閉会いたします。ありがとうございました。報道機関の皆様にお知らせいたします。引き続きこの会場に行きまして、評価部会の記者会見を開催いたします。